皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年11月15日水曜日でございます。気温は13度といったところでございましょうか。あれ、ちょっと上がってますよね。そこは過ごしやすい気温になったんじゃないかなって思います。おとといや昨日がちょっと低すぎたんでしょうか。それともむしろ今日が高いのでしょうか。そうした状況がわからない。はい、やっぱり日々ニュースを見ないといけないなっていうのは思いながらも見れない僕なのでございました。ですから皆様よろしければそうした気候の状況もお教えいただけますと幸いです。そうなんですよ。もう寒いと言ってもやっぱりまだまだ冬の序盤ですからね。ですので寒さこの先もっともっと厳しくなるのは間違いないとは思いますが、どのペースで厳しくなるのか、そういったこともお便りいただけますと嬉しいばかりでございました。そんなわけでございまして、はい、やっぱりそうですよ。はい、ちょっと昨日のことに触れたいと思います。昨日も YouTube へのコメントをいただけましたから、 CK さん、ハリリンさん、YouTube へのコメントありがとうございます。もうやっぱりですよ。何度も僕はエブリデイ言わせていただいておりますが、本当に秘密の内容でしたもんね。そして温かいお言葉、はい、とっても温かいお言葉をいただきました。ですからやっぱり YouTube のコメント欄はここは見逃せないなっていうことを僕は強く思いますね。そしてすごかったです。はい、すごかったですっていうことを言わせていただきたいと思います。それもやっぱり YouTube のコメント欄を拝見していただけますと幸いです。はい、そういうことでございまして、改めまして CK さん、ハリリンさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。そう言わせていただきました。そういうことでございまして、はい、本日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。じゃあ行きますよ。お便りをいただいておりますので、まずはお便りコーナーから行かせていただきたいと思います。それでは行きます。じゃん、ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、お便りやっぱりありがとうね。あんこさんからいただきますお便りは、ここ数日のドキドキ感が拭えませんから。そういうことでございまして、本日もどういった内容か、はい、しっかりと拝見してからコメントさせていただきたいと思います。じゃあ読んじゃいますよ。じゃん、リスちゃんが心配してくださってることは十分伝わってました。私はポリープできやすいみたいなので3年ごとに検査すると決めました。今回の結果は来週になります。入院して一番嬉しいお見舞いはその人への思いやりメッセージかななんて思いました。明日から仕事頑張るぞ、お疲れ様とのことをいただけましたよ。そうなんです、そうなんです。YouTube のコメント欄もそうなんですが、あんこさんのお便りもそうでございまして、やっぱり昨日の放送をご覧になってくださいませ。
昨日の放送じゃないと、もうその、どういったことが行われているのか、もう全然お分かりになられないと思います。ですから、昨日の放送は必見ということでございまして、改めて、はい、僕は伝えさせていただきました。まだご覧になっていらっしゃらない方は、昨日の放送を見てね。見てね。っていうようなことを言わせていただきたいと思います。そして、僕は強く思いますね。本当に強く思います。僕なんか、本当にダメな僕ですよ。だってですよ、そうなんです、心配してくださっていることは十分伝わってましたとはおっしゃいますが、僕の心配なんて本当にもうちっぽけな僕なんか、本当にもうダメな僕ですよ。だってしっかり眠れましたもん。それにしっかりお豆腐を美味しく食べられましたもん。もうそういう感じなんですよ。もう心配して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 の本当のして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 の本当でしたならば、きっと眠れない可能性だってあるんじゃございませんか。それにお豆腐だってもうとても口にできないみたいなことにだって、ですから僕なんか本当にもう僕の心配なんてもう甘いなっていうようなことを本当に心底思うんです。ですから申し訳がございません。ただただ甘々な心配をするばかりでございまして、甘々すぎまして、甘々でございまして、でも甘々ながらも確かに心配はしていたことだけは伝えさせていただきます。はい、そういうことでございまして、そしてそうなんですね。もうあんこさんはポリープができやすい、そうした体質っていうことでございますから、これはもう本当にむしろ3年ごとで本当に大丈夫なのかなっていうぐらいに心配になっちゃいます。そしてそうなんですよ、僕そういうのができるペースっていうのは分かりませんが、検診っていうのは1年に1回ごとっていうことではございませんのでございますか。その大腸に関することに関しましては3年に1回でいいっていうことで、普通の検診は1年に1回みたいなことなのでございますかね。僕はもうとってもここも、僕もまたまた僕はダメだと言わせていただきますよ。検診が怖くていけないんですよ。そうはあります。そうは、はい、リスにはリスのちゃんと検診してねみたいなことがありまして、そういうものに行けない僕なのでございました。もう僕は何もかもがダメなのでございますよ。本当にもうこうして放送でいろいろ喋っていること自体がもうただただ恥ずかしくなるばかりでございます。もう何を偉そうに喋っちゃっているんでございましょうかね。本当に反省するばかりですよ。反省しかございません。何か喋るのでしたならば反省を述べる、それしか喋る言葉がございませんよ。それ以外に僕は口にしちゃダメっていうことを強く言いたいですね。それぐらいものすごい反省しております。ただただ反省の僕なのでございました。そういうことでございまして、皆様はちゃんと検診されないといけませんよ。僕が言うことじゃございませんけれどもね。じゃないと
僕みたいになっちゃうっていうことを、はい、周りの人にも言ってください。ほら、ここにこうしているこのリスみたいになっちゃうよっていうことを、はい、あのお子さんなりには強く言って聞かせてください。言ってるばかりで何にも行動しないこんなリスみたいになっちゃうよっていうことを、そういうことを本当に強く言わせていただきます。ですから本当に検診は行くべき。行くべきだと思います。だとは思ってます。すみませんね、本当に僕は本当にすみませんとしか言いようがございません。じゃあ、あの、はい、他は、はい、そうですね。そして今回の結果は来週になりますということでして、昨日は吉報続きだったよっていうのは、まだまだこれもまだまだ、そうなんですよ、まだまだだなって思いました。まだまだいろいろあるなって。だってその検査結果は来週ですし、そしてハリリンさんに関しましてもやっぱりまだ困難がある、はい、二次のこともございますしで、そうなんです、そうなんです。あんこさんもハリリンさんもまだまだ次回があるっていうことなのでございますよ。この次回っていうのがまたえらいハードルが上がりますよね。それがもう一難去ってまた一難じゃあございませんか。そうは思いまして、ですからもう本当にもうその次回も僕はただただ願わせていただきます。僕の願いなんて本当にちっちゃなものでございますからね。みんなで願いましょう。みんなで願いますよ。はい、次回のそのあんこさんもハリリュンさんも次回が無事でございますように、次回が無事でございますことをただただ願わせていただきます。はい、ただということでございまして、ただただ願わせていただきました。もう本当にもう次回こそが重要なのでございますよ。さらに言うならば、はい、いざ本番といったところでございます。ですからあんこさん、ハリユンさん、次回いざ本番、ここはい、絶対に大丈夫っていう強いご意志で臨んでみてくださいませ。絶対に大丈夫っていう強いご意志で、はい、もうそういう風に言わせていただきたいとは思いました。そしてそうですね、もうその人への思いやりメッセージかな。その入院して一番嬉しいお見舞いはその人への思いやりメッセージかななんて思いましたとのことですよ。まだまだ僕は甘いって思いました。本当に甘いな。もうどうしたらいいんですか、この甘さ。僕のこのなんて言うんですか、もう本当に眠れないぐらいに願うっていう、切に願うっていうことができない僕を、もうただただコラって言いたいですよ、コラー。はい、もう一応ポカって言っておきますね、ポカ。はい、もう僕はもう頭という頭を殴りたいと思います。えい、もう一回、えい。はい、もうそれで、もうそれでも本当にもう僕の薄い思いじゃ本当に届きませんので、もっと思いたいと思います。もっともっと、はい、もっともっとと思いますよ。
そういうことでございまして、僕はもっともっと強く、何でしょうね、どうやったら強く願えるのでございましょうか。強い願いが伝わってくださいましたとはおっしゃってくださいますが、それはただただ本当にあんこさんがお優しいからでございます。そうなんですよ、あんこさんへの願いもハリリンさんへの願いも僕は強く強く願わせていただきたいと思います。もうもうもっともっとということでございまして、あとはですよ、はい、そうなんですよ、あとは驚きましたのが、仕事、明日から仕事頑張るぞとのことですよ。もう仕事ですか。もうもうその手術のそのお休みとかはないんです。お休みとかはもうもう早速なんです。もうもうそこがドキドキしちゃいました。って、まさかの明日ってなっちゃいましたよ。ですからもうもうただただ僕はあまり例えばそうですね、あ、そうですそうです、安心なことに今回報復絶当な放送じゃないことが何よりのちょっとした救いでございます。そうなんですよ、報復絶当するようなことないようなことを願いますよ。はい、願います。なんかそういうことがありますとなんか大丈夫かなって心配になっちゃいますからね。ということでして、あとはあまり運動もちょっと控えなくて大丈夫なんですか。まさか筋トレとかされてませんよね。大丈夫です。そこも気になっちゃいました。なんかもうもうただただ安静にしていてほしいなっていうのが僕の願いでございます。大丈夫かな、あんこさんは。本当にそんなにもうもう頑張るぞなんてもうもう頑張られてしまわれまして、そういうことが心配になってあたふたあたふたしている僕でございましたとのことですから、んちょっとそうですよ、ほどほどにしてくださいね。頑張りをほどほどにということを言わせていただきますとのことでして、はい、心配が尽きないあんこさんのそうした状況でございます。またのお便りお待ちしております。そのあーでもちょっとそうですね、難しいところだな。僕は臆病者ですから結果とかをいろいろ知るのが怖いのでございます。ですのでお任せっていうのもあれですね。もうもうじゃあ結果が出たのでしたならばでお願いいたします。僕も一緒に背負います。もうもうそうですよ、そこはせめて僕も背負いませんととのことでして、秘密のお便りでも何でも大丈夫ですので一緒に背負わせてくださいませと言わせていただきましたとのことでして、はい、続報お待ちしております。そういうことでございまして、あんこさんからのお便りでございました。大丈夫ですよね、何か言い漏らしとかしてませんよね。そういうことでございまして、もうもう本当に改めましてあんこさん、お便りありがとうございます。いつもいつもお気遣いくださる、そんなお優しいあんこさんのお気持ちが僕こそ強く伝わってまいりました。いつもいつもお便り本当にありがとうございます。もうもうお気持ちがありがたいですよ。本当にあんこさんは大変ですのに僕へのお気遣い本当に尽きないことでございまして、そういうことでございまして、あんこさんからのお便りでございました。じゃあ行きますか、行きましょうか。
次のコーナーに、もう僕疲労困憊ですけれどもね、もうなんて言うんですか、心配とその僕の心配の浅さのこの反省のこの強い気持ち、これでもうヘトヘトですよ。はい、こんなです。またもう終わりたい、ここで終わりたいよっていうことを強く言わせていただきます。はい、もう本当にこの続きあるの？この続きだってもう終わってもよくない？って言わせていただきたいと思いますよ。本当にそう思いますね。じゃあ行きますよ。一応言っときます。じゃあ行きます。僕の昨日の夕飯はお豆腐ジャムのオリーブオイル和えでございます。出ましたよ。それが何かと言いますと、こちらバーン、ババボーン。はい、おとといはお豆腐ジャムを食べました。そしてここで新登場、はい、オリーブオイルでございます。僕は夢のオリーブオイルを初めて使わせていただけましたよ。ただですよ、このオリーブオイルってごま油の倍くらいの値段がしたんですよ。はい、オリーブオイルはごま油の倍くらい、同じぐらいの量でですね、はい、結構な値段なんです。結構な、でも、はい、でもですよ、でもただ本当にこれ何の必要性があるんですか。オリーブオイルが無味だよ。もうよくわからなかったです。僕、オリーブオイルの味わいが、ごま油はごま油の風味がしたんですよ。でもオリーブオイルは別に、なんかかかってるみたいな、そんな感じです。はい、あれ、なんか色は確かについたけど、ちょっとグリーンっぽくはなったけどっていう感じです。でもあれ、かけたよねっていう感じです。あれ、もしかして量が足りないっていう感じです。足りなかったんですかね。もっといっぱいドバッとかけるべきでした。それともオリーブオイルってそういうものなんです、無味なんです、もっとじゃあかけて、というかジャムが強すぎたんですかね。ジャムが、いちごジャムが、そういうことでございますから、ちょっとじゃあオリーブオイルだけでいってみましょうか。じゃあちょっとオリーブオイルだけで食べてみます。はい、もうちょっとジャムが、いちごジャムが強すぎて、いちごジャムは美味しく食べることができました。はい、結果的にはおとといの方がいちごジャムが多かったので、いちごジャムの美味しさで美味しく食べることはできましたが、今回ちょっといちごジャムが少なかったので、ちょっと味わいとしては薄めかなっていう感じでございます。そしてオリーブオイルだけでまずは味わってみればよかったなっていうのは思いました。ですからオリーブオイルだけで味わいますということでございまして、もう明日のお夕飯コーナーはもう見透かされちゃいましたね。そういうことでございまして、まあ普通に美味しくは食べることはできました。はい、でもオリーブオイルはあんまり意味ないっていうことは言わせていただきますとのことでして、昨日のお夕飯コーナーでございました。じゃあまだ行きますよ。はい、お一言お便りコーナーに行かせていただきます。
じゃん、ペンネーム賛否屋さんよりいただきました。賛否屋さん、お便りやっぱりありがとうね。賛否屋さん、いつもありがとうございますと言わせていただきますから、僕はいつも泣きながら叫んでますが、最近泣きながら叫んでる意味がよくわからなくなってきました。はい、そんなような最近でございますとのことでして、もう拝見しちゃいますね。じゃん、これは今回難しいです。普通に難しいです。普通に難しいなっていうのを言わせていただきたいと思います。ですから本日のお一言がまさかの、まさかの一言一句お当てになられましたならば、すごいと、もうベタ褒めさせていただきたいとは思いました。じゃあご説明いたしますよ。何かと申しますと、まずねって言っちゃいましたよ。まずそうですね、あれです、踊りを踊る方のことをなんておっしゃいます。これだけじゃ無理ですよね。はい、例えば京都とかで踊りを踊る着物を着た方いらっしゃるじゃございませんか。京都とかで踊りを踊る着物を着た方、はい、ただ芸者さんじゃございません。芸者さんじゃなくて、そうじゃなくて、じゃあ踊りを踊るっていうような方のことを、はい、なんておっしゃいますか。もう芸者さんじゃないとなりますと、はい、そうでございます、そっちでございます。まさに踊りを踊られるからこういうお名前がついていらっしゃるんですよね。それで合ってますよね。そういうことでございまして、その、はい、それの、その方の、はい、僕ということでございますよ。その方の僕の僕、はい、僕っていうのは僕や僕の種族のネーミングですね。これがつきます。はい、あれ意外と簡単じゃないって思われました。これからまだあるんです。そして語尾があるんです。まだ語尾があるんです。その語尾は、京都の、方言で合ってます？京都の方言なんですかね。それとも、そうなんです、そうなんです。芸者さんや、その方がおっしゃいそうな、そんな語尾です。語尾をつけてみてくださいませ。方言っぽい、そしてその芸者さんが言うような感じっぽい、そうした語尾を、はい、ほにゃ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 って言ったら全然わかりませんよね。僕何を言おうとしたんですかね。今本当に僕の中では言ってたんですよ今。そうなんです、そうなんです。答えを、そういうことでございまして、その芸者さんやその踊る方が言いそうな語尾、これを最後つけていただけますと完成といったことでございます。さて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 、どうでございましょうか。語尾はこれ難しいですよね。はい、まあまあ
そうですね、これ以上語尾に関しましてはご説明のしようがないと、そういうように思えます。だって語尾は意味としてはどういうことなんだろうって僕は分かってませんからね。ですからもうここまでが限界です、ご説明の。ですので行かせていただきたいと思います。はい、サンピアさんのお一言、じゃあ行きますよ。それでは行きます。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。まだまだ次回も頑張ってくださいね。舞妓のリスドスへ。